今回は忍たま映画新ビジュアル公開に興奮冷めやらぬみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。マジでキリマルがメインだなこれ。今回公開された新ビジュアル特報映像、劇場版忍たま乱太郎ドクタケ忍者隊最強の軍師特報第1弾。小説だとビジュアルのイメージ余りなかったせいか土井先生から帝王の目つきに変わってくシーンでゾワッとしちゃった。話の内容的にキリマルメインは当然だけど、なんだか不思議な感じだね。わかる。あ、土井先生みたいになった。特報第2弾、公開前に天鬼お披露目すると思わなかったわ。これは結構ガチめのバトルもありそうだな、期待。土井先生の戦闘がもはや忍たまじゃなくてナルト界の忍者なんだよ。原作でも枠線ぶち破って逃走するカムイみたいなことやってるし、やっぱとんでもねえ作品だよこれ。全体的にシリアスな感じやべえな。特報第1弾に土井先生とキリマルの乱が練り込まれてたってことはさ、もしかしなくてもお帰りなさいの乱と思い出した手当ての乱が山田先生か力吉さんの回想で出てくる可能性ある？映画館のスクリーンで見れる可能性信じていい？ OVA じゃいかんのか？子供泣くぞ。一説にはサブタイトルに振り仮名が振ってないので最初から大きなお友達をターゲットに作られた映画なのではという有識者もいる。テレビ版原作版のほのぼの差は完全に置いてけぼりだろうね。今のキッズは低年齢から鬼滅やら呪術やら人死にのあるアニメを見てるっていうのがアニマンの定説だぞ。思い出した手当てって公式クロットの回、あの回だけなぜか土井先生の声石さんじゃなかったよね。映画との兼ね合いで代役が立ったのかな。あれは単純に土井先生の若い時だから声が違っただけなんじゃない？そもそも2012年放送のお帰りなさいの乱の時点で山田先生、土井先生、力吉さんの若い時は声優変えてて、2023年の思い出した手当ての乱でのキャストはその時の人の続投なんだ。6年生の過去回で同じキャストなのはまあミュージカル方面で人気のキャラだし大きなお友達へのファンサービスじゃないかね。すでに原作になかったバトルシーンがあるんですが期待してよいのか？あんなに優しい土井先生もあの日山田一家に拾われてなかったらずっとこんな顔してたんやろな。元が小説だし内容的にも少なくとも小学校中学年、つまりキリマルと同い年の子たち以上向けやね。そもそも原作の時点でこの空気感がある世界観であえてギャグコーティングしてる質感は出てるからな。逆に NHK が CM やらない方針でよかったかもしれんね。いつもの土井先生の顔から目が座って天鬼になるの好きすぎる。辛い時はいつだってそばにいるって毎日毎日言ってたじゃないですか。やだ、夢はでかく100億なけりゃつまらないからな。少数派だろうけどシリアスなドクタケシロもしっかり見れそうで嬉しい。中級期の土井先生とキリマルの段でも若い頃の土井先生は野島健二氏がやってたし、そこは仕様じゃないかな。なんか長寿が怪我して血出てるシーンあるのいろいろ考えてしまう。ごめん、他の皆も怪我してた。ハートが燃えているなら後悔しないがどう見ても凍りついてそうだからな。眼差しが冷たすぎて怖えよ。氷のように鋭く冷たい眼差し。誰よこの人、こんな土井先生知らないわ。今作の作画監督が藤森さんだから全体的に少年漫画っぽいパリッとしたシリアス感はしましになってて好き。この格好、全員出動で伊作先輩が冒頭で同じ格好で怪我人の手当てしてなかったっけ？それもあってなんか落差みたいなものを感じる。うわ、流血ありじゃんよ。誰かいるか先生呼んできて。あのシーンや番組になってるんですが、完全にオタクが好きなやつになってる。ピクシブで見た感じのあれじゃん。元の小説自体そういうところあるから、シリアス全振りを普段ほのぼのしてる公式がやってくれるってありがたみがすごいな。予告見たけど何回まだに映画やるって信じられない。キリマルは愚か良い子たち泣くよ。前売りの売り上げ次第で結構箱とか決まることあるからみんなよろしくな。2、5年生は出番あるのかな。5年生は平助とライゾウ以外出番あるよ。そっか、火薬と図書の5年でないのか。せめて図書委員メンツは何かしらの出番来てほしい。土井先生が顧問してるし火薬委員会も心配してるみたいなセリフないかな。
地元の映画館でムビチケ買うよ。小説を映像に換算すると何分分になるのかよくわからないな。戦いや潜入の説明は言葉で説明するより映像でギュッと凝縮できそうだけど、だとしたら原作に出ない面々が顔を出す可能性はある。もちろん原作小説に出てるキャラだけの登場で話を掘り下げるのも大歓迎だけど、予告ですでに知らない場面あるし既読派も新鮮に楽しめそう。まあ予告で明らかに原作にないシーンもあったし、上級生追加する可能性もなくはないさ。最寄りの映画館でやってくれるの嬉しい。ムビチケ特典21種はえぐいな。数時間前には改めて今度のコラボの紹介をされたばかりなのにね。嘘かまことか。平助は土井先生の若い頃をモチーフにして生まれたキャラって聞いたことあるけど、実家が亡くなって路頭の人生歩まなければ、優秀だけど天然でどっかずれてる好きなものに全力に健やかに育ってたのかな。教師的性はリキキさんとの交流で見出されてそうな気がするし。予告映像見たら血出ててびっくりした。忍たまで流血シーンありのバトルが見れるのを。まあギャグっぽくしてるけど普段から学園への道に山賊とか出てきて身ぐるみ入られアルバイト代巻き上げようとかしてくるクソキャンだし、リキキさんでも気配消し損ねて撃たれて怪我したりしてるし。アニメ派や子供のために小説版にないシーンも結構ありそう。絵面は小説版挿絵と挿して変わらないが、小説版は淡々としてるから、漏れそうなシーンは漏るでしょうね。小説版は原作まで読んでる年齢層高めな声寄りを意識した作品だけど、アニメだと範囲広がるしマナー動画見る限り久しぶりに見る人も視野に入ってそうだからそっち向けに調整入るのはありそう。アニメの点を担んでこんな目つき悪いのって思ったけど、普段の土井先生の顔のままガチ戦闘仕掛けられたらショックすぎるから観客的にも目つきで差別化を図っていて正解だったのかもしれない。忍たまミュージカル第6弾と脚本家が同時活話が類似してるから、配信でこれ見てシリアスになれるのもありだな。そっか、とめさぶろうは同質シリーズで全身包帯ぐるぐる巻きになることはあっても血を流したことないのか。原作小説の影が薄すぎて初見勢にダークマイトみたいな扱いされてるのくさ。いや笑えないっすね。公式もっと小説の広告もしてあげて。ああなるほど。まあどっちかというと中野人的にクルーゼと思われても仕方ないタイミングではあるかな。いやどんなタイミングだよ。まさかの劇場版公開とそれに付随したクルーゼいじくりのせいで記憶に新しいのがクソクソ。俺たちは関俊彦から逃げられないのか。手の者に探させてるってことは黄昏時人群の人たち見られるかな。まさか令和になって濃厚な関俊彦を摂取できるタイミングが来るなんて思わんよ。特報第2弾の最初に前のが一番びっくりした。あくまで子供向けアニメの映画化なのにあそこまで派手にそして綺麗に燃える演出するのかってなったわ。特に2枚目手前に彼岸花があったのもめっちゃびっくりした。気が早いかもしれないが数年後あたりの夏休み期間中に NHK で放送して子供たちの表情めちゃくちゃにしてほしい。戦場で弁当を売ったり山賊が追いはぎしてたり古事記に施しをしたりするのが日常の世界をギャグアニメ世界でフィルターかけてるのが忍たまだからね。ゲゲゲ、ガンダム、忍たま、アラフォーが小学生の頃でもおかしくないラインナップよ。そういえば夜長さん病気だけどしょいずみの声優も変わるのかな。原作小説が家の中から見つからないのでうろ覚えなんだけど最近のアニメの流れからしてリキチさんの盛りポイントは確実にあったはず。今こそお兄ちゃんショックを利用する時だぞ。あくまでも楽覧じゃなくて忍たまとしてやるから原作小説よりいろんなシーンが増えてるはず。映像の中でも見覚えのないシーン多かったし。そんなこれからの今日の料理どうなるんですか。そっちの土井先生じゃねー。